いや、ハロー。どうも、こんばんは。マジ大道芸人、ハバーです。はい、現在10月20日水曜日の午前1時11分ですね。はい、今日もね、うちの母が寝てからアニメリアクションタイム撮影しておりますけれども、はい、例えば、テンスラ日記の11話見終えて、感想を書き終え、今、アップロードを終えたとこです。さあ、いよいよ来ました、テンスラ日記の最終回。ほっこりタイムもこれが最後と思うとね、寂しいですけども、行きましょう。じゃあ、まず簡単に自己紹介。僕の名はマジ大道芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングしながらハーモニカを演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者でもあり、現在40歳、芸歴15年目、マジシャン、大道芸人、パフォーマーをやってます。テレビには25回ぐらい出ました。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社員辞めてパフォーマーになりまして、主に子供たちの前で称しておりますが、現在コロナの影響で去年の2月頃からほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めちゃくちゃ自粛してます。そんな自粛中にアニメにハマりまして、約1年8ヶ月で490作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、アニメリアクターやってます。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどなど、すべて説明文にまとめてありますので、ぜひですね、目を通してみてください。決してニートがアニメリアクターをやってるわけではなくて、コロナの影響で仕事がなくなったパフォーマーが一生懸命アニメリアクターやってます。はい、という認識で、よろしくお願いいたします。さあ、それではいよいよ、テンスラ日記最終回、ディアニメストアですね、行きましょう。ついにこのほっこりタイムが終わってしまいます。正月ですね。鏡餅みたいになってへん？じゃあ、ちょっと最後のオープニングをかみしめます。今から気づきましたけど、作詞が三上悟の声優されたんですね。お年玉かな。
これはあかんわ。いや、これはおもろいわ。またドア壊した。ドアは静かに開けました。いや、ゴブタ。神社まであんだね。狛犬がテンペストスターウルフやね。この国にまだ通貨がないのです。あ、通貨ないのか、まだ。あ、そうやな、見たことないな、通貨。リムル大名人。いや、そうなるね。鏡餅やがな、分身。一本つの。あ、フレイか。グレイマンがコーヒーかぶってたな。フレイは種そうと。
めちゃめちゃええやん。出たー、子供たち。パーツ2個だけ。完全再建。子供恐るべし。創造進化演歌。リクルート10うまいな。ゴブタン何書いてんねん。異色礼節、リムル様愛。マブダチミリム未知。ちぎりモテ男ゴブタ。研究一筋百戦錬磨自立一撃必殺ファッション革命。夏三日坊主。ミリムか。野田一本綱。あれ、芋掘りのの続きやなこれ。伝説の鬼神羽付きの。
羽根付きのね。芋掘りと同じくだりやな。テンペスト、もう一度聞きたい。ミサのジュラの門の切れさばき。かわいそう。ゲルドとゴブリンの子供らあかん。ほんまにほっこりするわ。トレーニーさん、あさって2倍笑ってやるんですね。シオン顔面真っ黒やんけ。
もう終わりか。いいね、ゲルドに相変わらずあの子乗ってんの、ええな。いいね、最後しずさんの墓で終わるとは。実に平和な12話でしたね。もう何やろうな、これ。やっぱあのファルムス王国のね、あの前半クールの30話からを見てからのこれはやばい。ほんまにめっちゃ良かったです。まあ今回正月ということで、最初のあのお年玉のシーンはもうリグルドでも笑かしてもらいましたわ。あんな泣くとはね。ほんで次はミリムの孫にも衣装ですか？ね、孫にも衣装だ。ね、街で見せびらかしてくるぜ、みたいな。だから、いつの間にか、神社があって、リムル大明神を祀るのに本人がいなあかんってことで、分身大を作ると。通貨がないんですね。ほんで次に、あれかな。シオンが、苦しいというので、ミリムとシオンのあの胸が垂れてしまうぞ論争の中で、巻き込まれたのがフレイでしたね。フレイが巻き込まれたということでした。で次が羽子板かな。羽子板やってて、まあえらいことになってましたね。あの二人芋掘りの時の第2弾みたいな。それから書き初めね、まあ、リムルが、脱三日坊主ってのはなかなか、リムルってそんな三日坊主だったっけなとか思いましたけども。
で、おみくじのね、大吉あった高見とか、あまりにも英語とばっかり書いてることにプレッシャーを受けて真っ白になる、ただそれはリムルのただのジョークやったというオチでした。で、そうやと、そうかな、たこ揚げもおもろかったな。ゴブタが調子に乗っててね、ゴブタのゴブリンライダーたちのたこが粉々されたのめっちゃおもろかった。あれはおもろかったな。で、次が、オーガたちだけの飯会で、ね、シオンの、右目だけか、ここだけ残って、顔面がもう炭まみれで何があったんやということと。で、あとやっぱトレイニーさんの言ってた、あれ多分ファルムス王国のことなんかな。多分ね。まあ、とにかく本気出さないかんってことで、振り袖を着たみたいな感じでしたね。いやー。で、ゲルドとやっぱゴブリンの子供たちはね、もうほんまダイジェストとかで一瞬しか映らんくてもすごくいいですね、ほんまに。めちゃくちゃほっこりするわ。あれ本編でも見たいな。後半クールで出てこへんのかな、あれ。で、まあまあまあ、ね、で、最後、どうなったっけ、鏡餅か。鏡餅を、開発したみたいな感じだったかな。で、二段にしたらしっくりきたと。まあ、という感じでしたね。いやー、餅、僕はそんな好きじゃないんですけども、なんかこれを見たら餅食いたくなりました。ね、男どものね、餅つき、あれかかってたの蜂蜜なんかな、ちょっとよくわからんかったですけども、まあ、とにかくほっこりしましたわ、この前十には。たまらんな、これ。いや、これの後にね、まあ、後半クール、また、明日、今日からかな、今日また母が出て、仕事出てから後半クール入っていきたいと思います。はい、もう最高でした、テンスの歴、ほんまに最高でした。もうマジで最高。なんやろう、もう癒されましたね。全部の回で癒されたと思います。はい、ということで、テンスの日記12話最終回でした。よかったらチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。はい、現在パフォーマンス、大道芸業界はもう地獄です。エンタメ業界は終わってます。もう仕事が全く一切合切ありません。まあ、僕はそんな中でね、まあちょっと著作権侵害の警告を2つ受けてて、まあ、理不尽なんですけども、まあ、それにより1年、7ヶ月分ですかね。あ、1年、いや、ちょ、言い過ぎた。11ヶ月分ですね。1246本の動画を、337日分ですね。動画を10月5日と6日、ライブ配信で消すというね、悲劇があり、もうそこから一切合切も再生数も伸びず、チャンネル登録者数も伸びずという、今、地獄をね、味わい中なんで、ちょっともう気合い入れるために、後ろに、もう自分で習字から、まあ、マジックで書きましたけど、もう今、まあ、ちょっと気合と根性で、なんとか這いつくばって、今、耐えてます。はい。ということでね、まあ、よかったら、応援してください。まあ、にもゴミくずみたいなやつですけどね、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい。ただですね、僕はもう大道芸人パフォーマーがもちろん本業ですので、ホームページだけでもいいんで見てください。または PV だけでもいいんでね、見てください。僕のね、本業をね、ちょっとでも知っていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、最後長いこと喋ってすいませんでした。以上、マジ大道芸人浜田でした。どうもありがとうございました。では。